はい、青木貴真です。今回はですね、前回ランクル300をですね、このサナゲでですね、もうすごいところモーグルを走っていました。すごいやっぱり進化をすごい感じたんですが、じゃあその前の200、ランクル200をですね、今回は比較をしていきたいと思います。で、今回もですね、ゲストを呼んでおります。元パリ高王者、三橋選手です。はい、どうも、こんばんは。こんばんは、この間ぶりでありがとうございます。この間ぶりありがとうございます。この間すごかったよね、これね。すごかったでしょ、これ。半端ないよ、もうね、走破性を感じたし、乗り味がなんかもう本当乗用車だな。乗用車だね。乗用車的な形でなんかオフロードをで行けたからすごい楽しかったなって。だからいわゆるオフロードで起これる不安要素をドライバーに感じさせないっていうところが、ね、この車の強みだね。あれはすごいわね。そして今回は、はい、あなたが、はい、かつてパリ高で誤勝した、はい、マシン200。まあ、これが4勝なんだけどね。いや、俺100が1回入ってるから、ね、あ、100か。まあ、そっか。まあ、細かいこと言わない。まあ、細かいこと言うとね。細かいことは言わない。まあ、その200と300の今回は比較をですね、うん、やっていきたいなというふうに思ってます。普通はさ、比較するんだらさ、先そっち乗るんだよ。本当だよね。そっち乗ったからこっち乗るんだよ。本当だよね。なんでこっち乗ったからそっち乗るんだよ。でもそっちの方が多分進化のあれがもっと分かるから。分かる。なるほど。って思わない？なんか古いので、あ、新しいのですじゃなくて、新しいの乗ってから古いのをまたこのどう変わったかっていう、実際にやるのってまた違うかな。なかなか違う、他とは違うアプローチだね。そうそうそう。だからそれをいやいや他ではないじゃないですか。パリ高でランクルで王者になってるわけ、世界王者になってる。昔の話ね。いやいや、そんなこと言ったら俺だって昔の話で世界GP 走ってましたよ。ライダーでしたよ。MotoGP 前だから、ね。MotoGP 前だからね、しかも。ね、あ、でも現役でほらルマン24時間。あ、出てこないね。で、この間出てたわけだから。出てからね。はい。未だにちょっと現役的な感じもありますよ。まあでも今日はその王者を迎えてですよ。うん、この300と200の違いをちょっと徹底的に比較していければいいなと思ってるんで、うんうん、一緒にちょっとやっていきましょう。はい。はい、レッツゴー。ゴー。ベタだな。まず最初に違うのはやっぱこのグリルの押し出しだよね。そうだね、うん、押し出しだよね、うん、もうズドーンとまっすぐ一直線のね、こっちだよね、うん、ちょっとそっちから撮ってみようか。まあ、向こうもラウンドがまっすぐはまっすぐだけど、やっぱこっラウンド具合がこっちの方がね、はるかに少ない。まあ、なんか真正面に起こってるよね、うん、で、まあこの部分だけ要はクラッシャブルゾーンなのね。ああ、そうなんだ、うん、で、あとほら、これね、あと樹脂ね、樹脂だね。このフェンダーとかにね、うん、こう塗装されてない、こうこれは GR だから、こういうことなんよね。そうそう、 GR スポーツはオフロードにやって特化してる、うん、塗装するとさ、ほら分かると思うんですけど、これで傷ついちゃうんだよね、ほら、こういう風にね、うん、ほら、うん、ね、目立つよね。で、これだったら傷ついても目立たないわけよ。これは GR だからだよね。そうそうそう、ね、だからそういう配慮がされている、うん、でもだからサイドステップもね、あの結構シンプルなものがついていると。一般的なやつよね。200と300の違いもそうなんだけども、うん、GR は特にオフロードをすごい意識したその作りになってるじゃない。なってるね。で、特にこのデパーチャーアングル、そう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 、見る限りすごいなんかやっぱこっちの方が空いてる感じがするんだよ ね、うん、ね。だからこの下にある整流板っていうの、これがほらもう 丸見えになってるわけですよ。ちょっとしか見えてないけど、まあこれとあるサイトで、俺あのスカート短くてパンツ丸見えって言ったら変色買いましたから、ね、なるほどね、はい。こっちとやっぱり違うのは、まあもちろんグリルは違うんだけども、あとはまあプラットフォームも全然違うね。違うよね、うん、まあ同じラダーフレームを使ってるけども、まあ、乗り味がね、どんな風な形で変わったか、ちょっとすげえそれも楽しみだし、うん、まあ、こっちはこっちでこの間乗ったけど、すごいやっぱしっとりしてるなっていう感覚はあったし、うんうん、まああとね、ホイールがね、そうだね、5ケツから6ケツになる。そうだね、こっちなかなか、これは軽量化のためにやったんだっけ。うん、そうみたいね。ね、うん、でこれって実は80は6ケツだったんだよね、うんうん、80は6ケツで100と200が5ケツで、
新たにまたこの300になってから6穴のホイールになホイールっていう風な形になったという形になったよね。あと後ろか、あとリアか、見た目で言うと、うん、リアがさ、これね、リアゲートね、リアゲートね、こいつがほら一枚物になったよ、なりましたよ。今まではね、こう上下2つこう分かれるタイプのね、うん、これも好きだったんだけどね、これね、うん、でほらこっちはもう7人乗り、うん、ね、設定になってね、でこっちはね、あの 5人乗りも選べるんだって、選べるようになったんだよね、うん、300、200の時は選べなかったんだよね、確かに、うん、記憶にないけど分かんないけど、うんうん、これはもうこれはない、あの後ろの2席はない、うん、でもないことによってやっぱシートをほら1個1脚30キロとか40キロとか、うん、するよね、まあまあ重い、軽くても20キロってことはないよね。まあでもあの300のやつはすごい薄型だからね、あ、うん、あ下はね、うん、特にね、うんうん、まあ、その辺はちょっとあのあれを見てもらうと分かんないけどね、まあ、あんなところですかね、うん、まあ、この音聞いて、おお、普通やね、あれちょっと軽くねえか、こっちこれね、こっちの方が高い、うん、こっちの方がこれね、アルミなのよ、あれちょっとなんか薄いんだけど、薄いよ、ほらほら、めっちゃ薄くないこれ、うん、薄いんだよ、ほほアルミなんだよ、うん、これも違うの、ほら、ほんまや、これもアルミ、ここそれ、そこバンパーだから、これバンパー、これ樹脂だけど、うん、これアルミ、すごいね、ほら、音がね、ここも全部アルミだから、そうね、あの、鉄なんだ、ここだけ、これすごいよ、このボヨンボヨン感すごいね、ちょっと触って、うん、このボヨンボヨンで、ボヨンボヨン感で、こっちのボヨンボヨン感200、ほら全然、これはやっぱり軽くなってるはずだわな、うんうん、軽いよね、軽いよね、うん、ここ3本別のもここだけだから、ね、あ、そうなんだ、へえ、じゃあさ、相当さ200からその300になってから相当なんだろう、ウェイトが絞られたっていう感じやね、うん、なんか200キロぐらいはこの辺で200キロぐらい軽くなったんですよね、うん、まあという違いがあるわけですよ。そうだね。ということはだいぶさ、200キロって、まああのほら、俺はレースやってるからあれなんだけど、まあとてつもない、まあ、ここ違いじゃん。うん、ここ錦1人分ぐらいで。そうだよね。だからまあ人をそうだよねって人3人分ぐらい違うわけじゃん。違うね。言ってみれば、うん、それ乗っけてあのバタンバタン行くのと、やっぱりそこは違うやね。うん、まあじゃあ早速乗ってみようかね。ますかね、はい、さあじゃあ早速行きたいと思いまーす。うわアジアンラリー並みだぜこれ。これがすごいの、これがいいね、このドライバー楽しそうな感じ。もう超楽しい。おい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 、あの分からないと思いますけど相当狭いです。狭い、ね、しかも相当低いです。フルディセントですね。今これ何もしないんで、おお、車上がってるんですよ。マジで、おお、足今ですよ。おお、ほんまや。おお、それがこうやって降りていくの。そうすげえすげえ。そうブレーキもあのアクセル外も勝手にやってくれてるこれね。すごくね。いやー、すげえ。超えていく超えていく、ね、超えていく超えていく。はい、今度200です。じゃあランクの200ですね。はい、200ね、はい、はい、もうポジションからして違うでしょ。ポジションからしてね、トラックだね。トラックポジションだね、うん、いやでもこれでもいいなと思ってたんだけどね、うん、いやいい車だよ、いい車なんだけどね、うん、そうなんだ。よしよし、ちょっと重いね。重いでしょ、ハンドル。ステアリング重い。重いでしょ。もう重い、うん、これはよくわかるね。うん、そうなんだよ。これもね、入水です。入水です。おお、うわ、深いね、深いね、深いね。ああ、ブクブクいってるよ、ブクブク。いってるよ。さあ、はいはい。はい、じゃあ、はい、登っていきます。
まあね、この辺まではね、スタイリングが重いぐらいで、うん、うん、あれだけど、うん、こっからですよ、こっからの違いをじゃあちょっとね、うん、比較を。どうすか、どうすか、なるほどね、全然こっちの方が揺れない、揺れるね揺れるでしょ、こんな揺れた、さっきの車ここ行くのに、確かにね、それはあるかも、うん、防水が上がってんのかな、やっぱり、いや、やっぱいなしの技術じゃない、いなし、いなしの技術、うん、どうですか、この狭いところ、いや、うん、同じ車の幅なんだよ、そうね、どう、こっちの方が狭くね、あとね、あと気が付いてるかどうか知らないけど、うん、ブレーキ雑だからね、今、あ、俺が、うん、ああ、そういうこと、うん、すんごいブレーキ雑ね、今、もう首このぐんぐん振れちゃうもん、今、まあ今だから結構気使ってブレーキかけてるけど、あ、今はね、うん、でもほら、向こうはそんなことしなくても、そんなことしなくても、うん、スムーズに降りてたね、うん、揺れるんだよ、ほら揺れるんだよね揺れる、ほら、こういうところですげえ揺れるんだよ、揺れるね、うん、そしてこの下に、うん、あー、いやいや、左左、おー、ほらほら、ほら、左左左、さっきの感覚で行こうとすると、なんだろうな、曲がんないでしょ、曲がんないね、そうなんだよ、そうなんだよ、やっぱ300すごいんだよ、すごいね、そういう意味ではね、うん、いや、200も俺嫌いじゃないよ、いや、これはね、これはですね、良かったんだよ、嫌いじゃないよ、うん、いや、300の進化がすごいな、そうなのよ、うん、そうなのよ、やべえなってね、ほら、ここもさ、そらすげえ揺れるのよ、うん、もうさっきなんか何事もなかったり登ってたからね、確かに、うん、言えてるわ、あらららららら、300登ったのに、300登ったよね、うん、300登ったのに、あれれあれれあれれ、もう蚊がね、気になっちゃって、これさ、ホームロードだよね、うん、ホームロードだよ、もうちょっと勢いつけていかなきゃいけない、登れないってことです。300さっきスッと登ってたよ、さっきスッと行ったよね、うん、スッと行ったよ、あそこだよね、うん、そう、もうちょっと行きますね、コースを変えましょう、300がスッと登ってたよ、スッとコース行ったよね、あ、行きました、行きましたね今結構今勢いでね、今勢いで行ったね、勢いで行ったよね、俺は勢いで行ったね、勢いで行ったよねあ、そなるほど、なるほど、そういうとこが違いますか、さっきからジャンセル落としてますよだってそれだけ揺れるんだもん、ああ、そういうことですか、これは揺れるからさ、ものすごい揺れるんだよ、これいや、これだって登るのすごいんだよ、うん、すごいんだけどさ、すごいよ、あのね、重さを感じんのよ、うんうん、すごい今車にね、そう、うんうん、揺れ方であったりね、うん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 、なんだろう、
言ってみればちょっとね船に乗ってる感じ。ああはいはい、揺れがね、揺れがなんかこう感性が残る感じね。そうそう、収まりがね、うん、なんか高級感、超高級な車に乗ってる感じがすごい あるけどね、ある感じ、うんうん、でこれがじゃあ気持ちいいかどうかっていうとまた別問題かな。すげえ揺れるなっていう感じだよね。もう少し前向いて、はい、じゃあこれでストップストップストップ、ここで、はい、じゃあ昼2線って見てみましょうか、はい、これとで、速度がこれが、あ、これもあるのね、うん、ね、この辺で行ってみる、もう話して大丈夫だよ、ほらこの音、おお。うん、コンボかなんかあるかい、これはすごい音、これがだからヘル2線って今音、コンボの音がなんかはい、ちょっと速いですね。同じ速度でさっきと。速いっすよ。さっきと同じ速度なんだよ。じゃあちょっと。もう速いよね。速いよ。雑だねちょっとね。雑でしょ。これは使いたいかなって思わないかな。俺がやった方がよくね。解除。俺がやった方がよくねえかいいじゃん。そうだね。いやちょっとびっくりするぐらい違うでしょちょっと。俺がやった方がよくないかい。うん。すごいよ全然違う。200と300。これはすごいね。すごいっしょ。すごいっしょ。この進化はすごい。全然別物でしょ。さすがだわ。うん、200と300。俺が乗ってるもちろんフォーチュナーなんかより全然もうグレードは高いけど、うん、でもそれはそれであれはラリーカーだけど、うん、まあランクルはまた違った乗り味だね。もうちょっと行ってみます。結果発表。どうでした？あれ？何？どうでした？どうよ。いやいやいや、すごかったね。やっぱり進化を感じたね。すごいね。やっぱ10年間のこの違いはとてつもないね。いやだから200もいい車なんだよ。いやいや、いい車だったよ。もちろんいい車だったよ。だけどやっぱりなんだろう。やっぱり沢を越えるっていうかさ、岩を越えていったり、その凸凹をこうやって越えていく時のその収まり方、うんうん、っていうのももちろん違ったし、あとそのやっぱブレーキをした時の感触っていうのも、うん、まあ当然こっちの方が新しいからかもしんないけども、タッチもやっぱりちゃんとブレーキングの時にもタイヤのトラクションを感じながら微妙にやっぱりなんて言うんだろう、コントロールができたりしてたかなって、そう思うかな。まあ要するに一般の人たちからするとさ、オフロードってやっぱりハードル高いみたいな。確かに、ね、でそれをこう、そのハードルをこう低くしてくれるようになったのがこの、300で、200はそのハードルはそのままなんだけど、でも技量に関係なくそのハードルを乗り越えるようにしたのが200、うん、で300はそのハードルを下げちゃった余計に。あのね、うん、もう全然違うんだったけど、こっちは乗用車感覚でさっきのアクロを行けるわけね。だけどあっちは大きな船になんか豪華客船に乗ってる感じが、嵐が思いっきり来て、で、あーなんかゆっくり揺れてるぞみたいな。だから200になるとこの道こんなに荒れてたんだって、こんなに荒れてたっけっていうのをなんかまざまざと感じたかなって思ったんだよ ね、うん、ね。いやでもあっちのね、なんだっけ、坂道降りるやつ、うん、なんだっけ、ヒルディセントね。ヒルディセント、うん、進化がすごかったね。まあだから今日はヒルディセントしかやってないけど、うん、その MTS ってほら勝手に登る無料のモードがあるんだけど、はいはいはい、同じだから、うん、特設としては同じ。何違う？特にそのヒルディセントの降りる時のあっちの音
なんかもうコンボのなんかうんとずんとこつ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 んとこリズムが流れてきちゃったかっていうくらい、なんだろうな、あの電動ポンプっていうかブレーキポンプのその外す、まあそれはそれですごかったんだけど、あまりにもこの300のそのヒューディセントの能力がズバ抜けて上がってるっていうのが、もっとより細かくなってコントロールになってる、でより人間に近い、我々みたいなそのオフロードのプロのオフロードをやっている人間に近いそのポンピングブレーキをなんかできてきてるかなって思う。スムーズだよね。スムーズだね、うん、そうそう。であっちは申し訳ないけどこっちに比べると雑っていう風なのになって、いやすごいんだよ、あっちもすごいんだよ、まあ、だから200は その場所を乗り越えることにだけこう頑張った性能なわけね、うんうん、でも300は乗り越えるだけじゃなくてそれをあのもっとスムーズに快適にするようにしたのが、ね、そう300のその違 いうそうね、なんかね安心感が、そう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 、であと信頼感っていうかさ、その要は運転しててなんか緊張してないよ、もちろんだって新しい車で傷つけちゃいけないっていうのも、いやいや、あっちは傷つけてもいいと思ってます。いやいやいやそんなことは絶対ないですだけどよりほらこっちは傷つけないでくださいねって言われてるだけだから、そう、ね、いや余計に緊張するけども新しいからね、そう余計緊張するけど、でもその緊張がない、あのあったとしても安心して細かい道を行けたり、あとここだよね、あのモニターね、モニター、ね、これはすごい、だって乗り越えるところとかその先が見えないんだよ、うん、だけど200はモニターがちょっとあるだけでその先をまでやっぱり見られない、でもこっちはその要は 3D マッピングにしてくれて、うん、ここの下までまさか要はあるようなタイヤの位置がしっかりと分かるぐらいのモニターになってる、うん、そうそう、これはねここのコースがすごい楽しいし、うん、俺がラリーやってる時に欲しい、うん、ということで、はい、あの今日はですねパリ高王者、三橋純選をですね迎えて、はい、200とランクル200とランクル300を徹底的に、はい、比較をやってみました、はい、今日のこの動画がですね面白かったなと思った方はですね高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。